アブダビ空港に到着しました。何時間かかったっけ？13時間ぐらい。で、ここからもう一度パリに出します。ここからプラス7時間頑張りましょう。遠い間違いない。バイバイ。今このクライミングディストリクトさんでシャワー浴びさせてもらいました。はい、はい、これからじゃあ違うクライミングジムに登りに行きます。フランスでパンを食べてジャーン甘そう。クライムアップパリ到着しました。到着爽やかティでも結構ボルダーも広くていい感じなんです。ただちょっと体が重いからゆっくりやっていきます。やばすぎる。はいはい、調整行ってきました。まあ予想してた通りです。なかなかパフォーマンスは低めで、まあ、6割ぐらいだったんですけど、まあ明日も1日空くので、まあ、今日明日しっかり休んで、そうですね、本編に行って頑張りましょう。はい、お疲れ様です。そうたくん、お疲れ様です。今回ね、宿に来ましたけど、はい、今回ちょっと特殊なんだよね。すごい、本当にすごいです。はい、これちょっと紹介していきますね。はい、まあ、まず僕らの部屋から、はいはい、まずこちらです。まあ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 普通の2人部屋、普通の2人部屋、いい感じ。隣これ多分3人部屋、多分3人だからちょっときついな。手前のベッドで多分手前にスター社と心くんが寝て奥田カオスカオスです。ではここがシャワールームですね。はいはいはい。で、まあ、トイレがあって、でここがメインリビングです。みんなで、おー、いいね。みんなで、まあ酒飲んでね、酒飲んでするかもしれない、はい、キッチン。まずここ2人部屋です。はいはいはい、はい、まあまあここも、まあ、ここいい、落ち着きそう。ここはいいんですよ。ここを通って、はい、ここ この2人部屋、ここ、これもうできちゃうね。できちゃう。誰がここで寝るんだっていう。でもさ、ここさ、やっぱここ通んなきゃいけないね。いや、相当、これ結構ね、緊張しちゃう。確かに、夜とか、トイレとか。こ
これは。だから早めに僕らは、はい、来てよかった。よかったです。あれもう終わり？あとは奥ですね。奥？はい。ここも。あ、ここいいね。だけどもしかしたら誰かここで寝るかもしれない。きつっ。あ、倒れんじゃないこれ？むしろこれでかい。行くわこれ。倒れるわ。あ、あれ？あれ？これ二人？まさかの。何人いるの？え、今回何人で？14ぐらい？ 3？ 3、4。やばいね。だから1、2、3、4、5、6、7、8、9、10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 、
たわけですね。そうですね、ちょっと楽しみです。はい、フランスレイ2だっけ？2ですね。レイ2終了ですね。今日はみんなでお昼ご飯食べて、うん、また観光して、そうですね、仲を深める日でしたね。フランス思ったより寒い。いや、めっちゃ寒いです、マジで。めちゃくちゃ寒い。今日死にそうだった、凍えて、はい、で明日のルールとかをちょっと詳しく聞いたら、なんか、予選は1から20まで課題があって、で、まあ1が簡単で20が難しいっていう感じで、だからどこまでいけるか。いや、結構これ戦術 めちゃめちゃ怖い。めちゃめちゃ怖いです。プレッシャーがやばい。そう、どっちかの失敗でもう終わっちゃうから。圧やばい。いやいや、もうちょっとね、そわそわしますね、今からね。うん、まあ、もうしっかり集中して頑張ります。頑張りましょう。大会当日、はい、どうですか。いや、朝からさ、はい、お風呂一個空いてねえなと思ったんだけどさ。まさかの人入ってなかったよね。めっちゃ怖かった。で、めちゃめちゃ風呂長いやついるなと思ったよね。そう。で、なんかノックしても返事ないけど、うん、一生出てこないし、うん、でもなんか開けちゃいけない雰囲気っていうか。ね、わかる。なんか女子もいるからね。そう、ありましたよね。まあでもしっかりアップも、アップというか準備できたんで。そうですね。見に行きますか。はい、これからちょっと会場へ行きましょう。はい、到着。いい、クライミングディストリクト。Make up!
ケース。お疲れ様でした。お疲れ様でした。まず予選の、はい、多分突破しました。多分。はい、マジで疲れた。1から20個まで課題があって、俺たちは19で、ゴールドリが。そうですね。できなくて1位タイ。多分1位。この後わかんないですけど。なんで。いやでも課題がやっぱ新鮮で、いやだからやっぱ日本とはまた違ったスタイルの課題で、うん、すごい面白かったし、いやなんかチーム戦っていうこの、ね、普段ないようなこの、うん、ルールでやるのはめっちゃ面白かったですね。なんかどっちかが登ったら OK だった。俺は結構温存してって、ね、そうまあだから免許良かったし、そうですね、確かに作戦がつくことです。はい、うん、決勝頑張ります。上がんない。どっちですか、どっちが行くんですか、1課題目。1課題目がどっちが1人しかできず、しかもワントライ落ちたら終了。帰宅の旅です。やばい、もう笑えないですよこれ。どっちが行きますか、決めてください。いや、やっぱりね、大先輩見せてもらいたい。普通に考えたら俺は行く方はあれだけど、やっぱソータの成長がないと優勝できない。いやね、まあ、ちょろっと見たんですけど全然簡単じゃない。なんかコーディネーションとなんか足ビリンケ結構怖い。まあ実際あのポケットというポケットもね結構ね、そうあれはやばいと思いますよ。てかもう違う、メンタルゲームの心、心うちは心。早っ。そっちは心。うちは心。最強のポケモンを出します。うちナオトだ。あ、ナオトを出す。いきますよ、ワンちゃん。ワンちゃん、これやります。モチさん、行かない。モチさん、女子ファニーとかで。ファニーとゼランとかそのレベルで落ちる。ナオシ、やばいじゃん。一撃ってどれだけ大変かですよね。ないって大会になると3球でも悪い。おい、逃げんな、どっちだ。無理だよ、あれは。先輩、さすが。その代わり、2、3、4で俺絶対爆発するね。あと、これ、ねえ結構悪いよ。あれ。
んない。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。はい、